こんにちは、しょーい。どうも、やまママです。今日私が用意したのは、こちら。ツナのバニラソフト、グリコさんが出されておる商品でございます。女子必見よ、これマジで。糖質 50% オフよ。80キロカロリー。カロリー低くね？ダイエット女子の皆さん、これじゃね？アイスこれじゃね？だからこれがね、本当に美味しければね、アイスクリームこれでええやんって話ですよね。いい商品を見つけてしまいました。じゃあ開けていきます。おー、こんな感じですね。サイズ感もベストじゃない？この大きさって、多すぎず少なすぎずベストよ。それでは気になる味の方はいただきます。うん、うまっ。うまい。牧場とかで食べるようなソフトクリームの濃厚さはあんまりないけど、ふわっと軽く甘さが来るんやけど、その軽めの甘さがバニラビーンズが入ってることもあって、しっかりと甘い。マジ80キロカロリーっていうレベルの甘さ、美味しい。普通のアイスクリーム。うまっ。おいしゅうございました。ごちそうさまです。おいしかった。すごいよこれ。ダイエット中だけど甘いもん食べたいな、熱いしアイスクリーム食べたいなっていう時には、これ80キロカロリーやし、なんせ他の普通のカロリーのアイスクリームとかと同じぐらいおいしい。アイスクリーム食べたいけどダイエット中って方はこれを食べたら全然満足できると思います。というわけで今日はなんか商品紹介とかしちゃいました。この動画がグッド、または山桃のテンションがグッド、そう思っていただいた方はぜひぜひ高評価ボタンよろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録もしていただけると山桃もとっても嬉しいです。今回も見ていただきありがとうございました。また明日の動画でお会いしましょう。バイバーイ。